惣菜と天ぷらの。そうです。あ、興奮が声出ます。そうです。お惣菜は何種類ぐらいあるんでしょうか。天ぷらですか。あ、天ぷら。揚げ物。あ、揚げ物はまず何種類ぐらい。たくさんありますけどね。うん。20種類ぐらいあるかしら。うんうん。こっちのお惣菜は。美味しそう。はい、ありがとうございます。全部手作りですか。ほとんどそうですね。中でも一番人気なのはやっぱりポテトサラダと卵サラダと、美味しそう。